イメラジオ第1594回、今日は平成31年3月22日金曜日です。時刻は午後10時11時半、もうすぐ日付が変わる、そんな時刻です。ミッドナイト。今回はワンポイント英文法、連鎖関係詞取り上げます。連鎖関係詞、難しいですよ。連鎖関係詞が読解の中で見抜けるようになったら、もうその人は上級ですよ。ましてや連鎖関係詞を使って英作文が書けるようになったら、東大一橋早慶狙えますね。連鎖関係詞はなかなか身につかない。ですから、高2の夏あたりで聞いて、連鎖関係詞をね。そして高2の終わりぐらいまでになんとかマスターし、そして高3の夏ぐらいにこれを使いこなせるようになってれば英作文で、じゃあその人はおそらくさっき言ったような大学に行けるだろうと。私たち塾講師の立場からそういうスケジュールにもなるんですね。連鎖関係詞というからには、関係詞の後ろでの話です。関係詞の後ろでの話です。で、関係詞は関係代名詞と関係副詞とありますが、関係代名詞ですね。だから連鎖関係代名詞と本当はちゃんと言わなきゃいけないんですけど、めんどくさいので連鎖関係詞と普通こう呼んでます。関係代名詞には that や what や which や who とがありますが、その後ろにおいて動詞が2個続くというのが見分け方ですね。動詞が2つ続くというのが見分け方です。ここがポイントですよ。連鎖関係詞の場合、その関係詞の後ろで動詞が2個続く、これを見分けるポイントにしましょう。普通関係詞の後ろは S' V' と続くのであれ、あるいは V' と続くのであれ、 V は1個だけなんですよ。だけどそこに2個 V があったら、連鎖関係詞なんだなってこと。そして動詞が2個あった、そして連鎖だと見抜くとき、その前の SV、前の SV を括弧で入れます。その前の SV 括弧で入れるものは大概 think とか believe とか、この辺の動詞が使われてるでしょう。つまり who I thought、 who I believed、 そしてその次にも動詞、こんな感じ。Who I thought, who I believed。その後に動詞。と、こう動詞が2つ続いたら連鎖関係詞です。その時、前の I thought だの、I believe だのの S'V' を括弧に入れてあげましょう。動詞が2個続いたら、前の SV は括弧でくくる。これですよ。動詞が2個続いたら、前の SV は括弧でくくる。I was betrayed by the man who I thought was my best friend. I was betrayed by the man who I thought was my best friend. この thought と was というふうに動詞が2個続いていますから、前の SV、すなわち I thought を括弧に入れましょう。とって考えるんです。すると、who が S', 括弧飛ばして was が V', my best friend が C'。私は親友と思っていた人に裏切られた。イメラジオ第1594回、ワンポイント英文法。今回は連鎖関係詞取り上げました。ご視聴ありがとうございました。